福田勝一は日本の警察官僚。第74代警視総監。北海道旭川市出身。1950年に東京大学法学部を卒業し、自治省に入省。警視庁公安部公安第一課長、警視庁公安部長、兵庫県警本部長、内閣官房内閣調査室長などを経て、1984年10月に警視総監に就任。 在任中は、ロス疑惑の捜査の指揮にあたり、1985年9月に、当時起訴が困難と見られていた、三浦和義の逮捕を断行し、世間を驚かせた。同年10月に退任し、以後は、自治省中央選挙管理会委員、竹藤非常勤顧問などを務めた。朝日新聞2000年5月22日長官によれば、警視庁が暴力団とつながりがあるとする。 大物右翼、西山裕樹が理事長の日本政治文化研究所で理事を務め2000年5月2日時点で在任していた。取材に対し西山裕樹が右翼団体代表を務めていることについて後から知った。私が理事になったことと関係ないと話した。竹藤非常銀顧問時代の1992年12月に同社の顧客情報が漏えいした問題で、 刑事告訴をするため、警視庁刑事部長だった佐藤秀彦元警察庁長官に面会した際、額面五十万円の下手券を渡したとして、二千四年四月二十六日の参議院決算委員会で追及された。朝日新聞九百九十六年十月三十一日夕刊によれば、九百九十四年三月頃に、竹藤未公開株を本人名義で一万二千株、 妻と長男名義で各2000株計1万6000株状とされた。竹藤が東京証券取引所第1部に上場を売り抜け1億円以上の利益を得た。朝日新聞1997年9月17日長官によれば強制執行妨害で会長らが逮捕された不動産会社七富の監査役に1994年3月に就任し、 会長逮捕時も在任中だった。2003年8月死去。77歳没。ありがとうございます。